と。当時、高校生だった頃の話。私には自称霊が見える、ドキュンな友人、ユリがいました。ユリは虚言癖があり、素行が悪かったんですが、性格が底抜けに明るく。遠方にも友人が多かったんです。 田舎者で親が厳しい私は話を聞いたりするのが楽しみでほとんど毎日一緒にいましたそんなゆりがある飲み会で知り合った進という男性に恋をしたと話すようになりました進さんも霊感があるらしく意気投合したそうですその進さんは 霊がいるところでは右目だけから涙が出たり7歳頃からずっと部屋の窓際に後ろ姿の女性の霊がいるという話を聞かされていました正直霊など見たことも感じたこともないので聞き流していましたある晩にゆりから「進むさんとドライブに行くから一緒に行かんね」と誘われました 親が厳しく夜間の外出ができない家庭でしたがゆりの恋する相手を一目見たくて一緒に行くことにしましたむさんはいわゆる高青年な感じの男性でドキュン好きなゆりのタイプとは正反対の方でした行方も決めずにブラブラする感じのドライブでしたが楽しそうに話すゆりをよそにむさんはしっきりに。 あれあれと小声で連呼していましたあまり遅くまで出歩くと親にバレそうで怖かったんで早々と私は家に帰していただきましたそれから数日後に見知らぬ番号から着信がありました出てみると進むさんで「急にごめんけど 確認したいことがあるから会えないとのことでした進むさんと合流しまたブラブラとドライブしたんですが一向に会話がなく何を確認したいんだと不思議に思っていると急に「やっぱり!」と大きな声で笑い出しました突然のことに驚いていると進むさんから「この前ドライブの時に 君が乗ってる時だけ霊が見えなくなってて涙も出てこなかったわけでも君を降ろしたらまた見始めたからもしかしてと思って今日確認しに来たんだけどやっぱり見えないと伝えられましたそして進さんはいつも仕事や出先でよく通る道や建物に怖いやつがいるので時間が合うならボディーガードとしてついてきてほしいバイト代は出すとのことを打診してきました 有利には申し訳なかったんですが「バイト代」という単語に目がくらみ OK しましたそれからというものいろんなところに駆り出されいつしか周りからは進さんの彼女だと勘違いされるようになっていましたそんなある晩、自室で電気もつけずに携帯をいじっていたらカーテンだけで仕切っている隣の姉の部屋で 姉ががごごそごそ何かを探ししているシルエットが映りましたあまりに必死に探しているように見えたんでカーテンをちょっとまくって「何探してんの?」と聞くと「姉の確かに何んの物音もしなかったし見間違え」と半ば自分に言い聞かせるようにまた携帯をいじりました。 するとすぐに姉の部屋に誰かが入ってきたシルエットが映りました「今度は見間違いじゃない」そう確信して「姉でありますように」と祈りながら恐る恐るカーテンをまくるとまた誰もいませんでしたその瞬間両足首に強烈な痛みが走りました声も出ないくらい痛く涙があふれてきました すると、進さんから着信が入り、助けを請うために電話に出ました。要件を聞く前に泣きながら、助けてください足痛いと伝えると、落ち着いて聞いて、俺の部屋に女の霊がいるって言ったことはあるよね。と話し始めました。はい。 っていうか痛いってばと助けを求めている私に「そいつが今日帰ったらいないわけもしかしたら君のところに行ってる?」と追い打ちをかけてきました痛みと恐怖で息もできないくらい泣いていると「もうすぐ着くから外に来て」と言ってきて電話を切られました「会うように何とか外に出ると」 進むさんが到着し「俺が浮かれて一緒にいすぎて君に嫉妬したのかも」「本当にごめん連れて帰るから」と死を渡されました進むさんが帰ると同時に足の痛みも消えすぐさま部屋に塩をまき散らしましたそれから進むさんとは二度と連絡を取るまいと着信もメールも拒否しました ゆりにはバイトの事情も話していたので進さんのことを咎められませんでしたそれ以前に進さんと会うたびに夜中に外から呼ばれたり霊媒師だった祖母の家を倒されたりと不吉なことが続くから自分も会いたくなかったんだよねと笑っていましたもう何年も前の話ですが進さんにはまだ女の霊が付き添っているのか 《結婚できるのか他人事ながら時折思い出しては心配です》